おはようございます、バーンです。はい、今日はですね、メインカメラを立て動画撮影で、撮影しております。今日、朝の部、夕方の部両方ともね、そのようにしてみたいと思います。それではやっていきます。そうしましたら、朝日に向けてデイリーキックトゥーゴー立て動画。さて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 、カメラ構成、機材構成をねまず、確認いたします。メインの前方カメラ、これはですね、GoPro Hero 6、これを、ジンバルはですねパイロットフライアドベンチャーに、縦向けにセットしております。でジンバルのセッティングなんですけれども、まず、体の、右胸の部分に、装着方法はインバートモードで、縦動画を撮るにあたってですね、ちょっとした工夫がね、必要でした。撮影開始後、ティルトモーター、このティルトモーターをですね90度回さないといけないという煩わしさはあるものの、普通にね10度の高いジンバルなんで縦動画がね撮影することができました。おっと、信号が青にから点滅に変わるんで無理は禁物ですね。いつものルートを通ることにいたしましょう。で、レコーダーなんですけれども、レコーダーはヘルメットマウントマイク、レコーダーの機種自体はヤマハのポケトラック C24 で、マイクはいつものようにエレコムのピンマイク、それをヘルメットマウントで、録音、しております。で、機能ですね、実はヘルメットマウントカメラを使った際にですね、そのヘルメットマウントカメラで録音をせざるを得なかったんですね。どういうことかというと、昨日の冒頭解説もしたんですけれども、パイロットフライアドベンチャー、これがですねヘルメットマウントマイクと干渉しました。でその影響で急遽ヘルメットマウントマイクの使用をやめて、ヘルメットマウントカメラだけでね、撮影録音を行いました。なので昨日はね、AS300 ヘルメットマウントカメラ AS300 ですね、今はまだ発動シーケンスに至っておりません。これどういうことかというと、自撮り用のカメラをですね今頭の上に、装着して、それを格納状態でね、運用しております。でこの、界隈、この辺の界隈ですね、この辺の界隈は、ちょっとあの異質な感じを避けるために、提灯暗光を、収納状態で、走行していると。で、朝の部後半に、差し掛かった時に提灯暗光、つまりヘルメットマウントカメラですね、自撮り用のカメラをね、展開するシーケンスに、入ります。で、今日の本題はですねヘルメットマウント、それからヘルメットマウントマイクというよりはですね、撮りも直さず縦動画と、まあ、いうところですね。で縦動画をねいろいろ調べました。でね、あのもう当然ね先人の方々がね縦動画の作り方をね、解説されておられました。でね、僕の使っている動画編集ソフトがですねエディウスプロ8というね、動画編集ソフトなんですけどもね、これがですねどうもね縦動画の編集に対応してないんですよね。まあ、簡単な方法です。あのプロジェクト設定で、通常はね例えばフル HD だったら 1920×1080 の、ピクセル数で、で16対9でねプロジェクト設定しますね。で縦動画を作るにあたってはですね、16対9は16対9なんですけれども、ちょっと待ってくださいね。これは、いきますね。16対9は16対9なんですが、プロジェクト設定のドット数、これをですね、なんと 1080×1920 というふうにするらしいんですよ。で、ところがエディウスの場合はですね、そのように設定しても、プレビューウィンドウが、横向きのままでどうやら、受け付けてくれませんでした。どうやらあのそんな動画エディウスはあの想定をしていないと、
いうことのようですね。エビウスはもともと包装用、それから、ブライダル用にねよく使われている動画編集ソフトですけれども、まあ、放送局が縦動画作るわけないですよね。まあ、ところがですね、やはり YouTuber たるものね、スマホ視聴をねもうもはやデフォルトで考えなければならないご時世になってきています。で、人間工学的に考えるとですね、手のひらにこうスマホを持った時に縦が使いやすいということになりますね。一旦この辺りでカットさせていただきます。はい、どうもです。どうしましたら改めまして、縦動画についてねまだちょっと勉強し始めたばっかりなんでね何とも言えないんですけれども、一つ言えるのはですね、映像制作界隈の YouTuber の間ではですね縦動画をやってる方が誰一人おられないというところもあって、これはちょっとぜひ、デイリーキックトゥーゴー的にもですねチャレンジしがいがあるなというふうにね思うに至りました。で、何度か今まで2回ほどね縦動画、作ってこのシリーズの中で、アップいたしましたけれども、もう今日いよいよね、メインカメラ、前方を映すメインカメラでね、縦動画を作って、でもう全編、縦でね、通してみようと、まあ、いうふうに思ったわけですよ。で、そうなってくるとですね、そもそもジンバルが、縦に対応 しているのかというところからね、始まるわけですね。一旦このあたりで区切らせていただきます。はい、どうもです。デイリーキックトゥーゴー朝の部中盤開始となります。今ね、縦動画を撮影するにあたっての、ジンバルの、体への装着方法、しかもこれウェアラブルジンバル化した状態でのね、縦動画の撮影の、セッティングを紹介しております。ちょっとこのカメラに切り替えてみます。いかがでしょうか。きちんとスタビライズできていますでしょうか。で、装着方法としましてはですね、インバートモード、つまり上下逆さまではあるものの、ティルトモーター、これがティルトモーターです。このティルトモーターがですね、90度回ってます。ちょっと電源を一遍切ってみます。予備電源を切ります。はい、予備電源切ったらですね、このようにティルト軸のバランス狂ってます。でこれカメラが軽いんで、どうしようもないですね。あと縦で撮影するにあたって、この辺りにコンポーネント、カメラの、ね、重心がないもんだから、これこの辺にウェイトでもかまさない限り、バランスは狂いますね。ところがパイロットフライアドベンチャーは、保持力が非常に高いので、モーターパワーが高いんで、もうこれでね、十分なスタビライズ能力があると判断して今日、運用初日となります。モーター電源ってみます。でそうすると、最初は上を映すわけですね。ところが、ティルトモーターを回転させて90度回転させて、この状態で、撮影開始というふうにすればですね、普通にこれで、おっとだいぶ荒ぶるね。ちょっと、この向きの動きには注意が必要ですね。電車来ましたんでバラしていきます。はい、どうもです。デイリーキックトゥーゴー朝の部後半開始となります。そうしましたら、ヘルメットマウント マイクじゃなかったカメラ、提灯アンコウを展開シーケンスに、入ります。提灯アンコウ展開シーケンス発動、提灯アンコウ展開シーケンス完了、いかがでしょうか。で縦動画今回ね撮りますんで、その縦のねどのあたりにこの映像をねぶち込もうかというふうに考えております。この提灯アンコウの映像自体は16対9のね、横長の映像なんですけれども、ちゃんとこれ考えないとダメですね。おそらく、おそらくというかもうこのまま撮ってますんでね、提灯アンコウの自撮り映像自体は横長にして、でトータルで見たときに、縦長の映像にね、落とし込むということをね、想定しております。でね、朝の部前半でも言いましたけれども、編集段階でこうね縦の編集がね、エディウスの場合できないです。ではどうするかですね。で本格的に縦動画の編集をやっていこうというのであればですね、マルチモニターを組めばね、簡単にできるなというふうに思いました。そうです、
メインモニター、編集用のメインモニターを縦向けにしてしまうと、編集のね、例えばあのファイルとか、表示とか、ああいうメニューも縦になっちゃいますよね。だからそれはできないと。じゃあどうすればいいかというと、プレビューのウィンドウをね、よくやられますよね、動画編集の方は。僕もちょくちょくやります。でこのプレビューウィンドウを、プレビューのウィンドウではなくてプレビューモニターをね、設定すれば、そのプレビューモニター先がですね、サブディスプレイに、まあ、通常しますよね。でそのサブディスプレイをですね90度傾けて、で、縦向けにしてやればですね、まあ、比較的簡単に縦動画のね、編集環境がね整うなと。でプロジェクト設定云々っていうのは、一つの画面の中で縦のね、編集プレビューウィンドウがあるということなんでね、そこは妥協すれば、いいわけであって、妥協も何も、あのもう一個モニターがあればねいいだけの話なんで。ただね、あの画面の設置の都合上ね、そうパッともいかないんで、どうしようかな、トリプルモニターにしようかなとね、ちょっと考え中です。そうしましたらいつものお地蔵さんチェックポイントとなります。おはようございます。よっしゃ、なんと今自然と左手が出ました。いつもねあそこで、鐘の音をオペレートする際ね、右手を使ってましたけれども、今ね右手の自由がね、完全には自由ではないですね。つまりどういうことかというと、提灯暗号じゃなかった、提灯暗号で、このウェアラブルジンバル化したアドベンチャーをちょっとね映してみます。一旦停車。提灯暗号を向けます。はい、こんな感じになっております。でね、おっと、ここは本当危ないですね。こんな感じでね今オペレートしてるわけですね。かなり揺れてますでしょ。まあでもあのジンバルがねその点、振動と揺れを吸収してくれてるものと思います。でね、このジンバルのこの装着位置、右側なんですね。でね、通常ねウェアラブルジンバルは左側にね乗せることが多いと思います。ですけれども、昨日の経験上それができなかったと。このあのヘルメットマウントマイクと干渉するということですね。だから必然的に今こっちに右側にやってるんですけども、今ね、右手の、自由がねどこまで効くかというとね、こういうことですね。例えば、この辺りまでしか効かないんですよ。つまりこの辺がねこうガンガンなると。だからもう必然的にお地蔵さんの鐘を鳴らすのは左手でやったということですね。でね、駅構内でのね、このキックスケーターのこの折りたたみシーケンス、これもですね結構影響が出てて、左手でね、左手で、メインに、キックスケーターのねこの折りたたみを実現すればいいんですけども、やっぱり僕右利きなんでね、今までねこの辺りで、キックスケーターの折りたたみをやってましたね、どうやら。というわけで、今後はですね、もうそこは全部逆にするかですね。このヘルメットマウントマイクを右にして、アドベンチャーを左にして、で、右手をある程度自由にするというのもね一つの方法ですけれども、どうしようかなというふうに思っているところです。でね、縦動画本格的にちょっとねこれねやってみると面白いんじゃないかなと。だってあの YouTube アナリティクス の件を見てもですね、ほとんどの方があのスマホで見られてるんですね。ということを考えたら、スマホをですね、横向きで、見ていただくのもいいんですけども、例えばこの、縦方向にこう映像が流れていくような、ね、コンテンツじゃないですか、このデイリーキックトゥーゴーと称したこのシリーズは。だから縦方向に視界が確保されていた方が、疾走感がねおそらく出るということをね、やっぱり、理論とそれから視聴者の方のご意見もね、そういうご意見いただきました。あのいつもお世話になっているコメントをしていただけるゼロさんですね、
縦動画疾走感ありましたと。で、今回あの縦動画でなおかつスタビライザー動画、これはですね、自分的にも初めてです。今までの縦動画はですね AS300 の、空間光学手ブレ補正のブレ補正で、表現しておりましたけれども、今日ね、スタビライザー縦動画、これやっておられる方いるかな。もしかしたら誰もいいひんかも。もしおられたらね、ぜひご一報ください。スタビライザーで縦動画やってる方、移動映像やっておられる方ね、おられたら、あの僕の記憶にはないです。なので、かなりね前人未到の分野だと思います。でそうなってくるとですね、まあ、次なるステップといたしましては、このアドベンチャーにこう GH5 ミラーレス一眼がね、乗せる、まあ、それを想定したジンバルなんで、 GH5 のカメというカメラでですね、パナソニックのこの動画に特化したこの、パナソニック GH5 という動画専用機と思うので、もう言うべきね、あのカメラは持ってますんでね。でそれで縦動画で、しかもデイリーキックトゥーゴーを撮ったらどうなるのかと、いうのをですねやってみたいですよね。であんま変わらないかもしれないですよ。だってどうせ超広角のレンズでね撮りますんでね。で音は音で、いつも通りヘルメットマウントマイクでね撮りますんでね。昨日ね音ねちょっとねどうしようもなかったですね、この AS300、 この AS300 でね音は録音してましたけど、まあ音は拾えてはいましたね。ですけどこういう今あの交通の音であるとか、そういうのに、との比率ですね、バンの声の比率が、交通の音に負けていたというところがあるかと思います。でそれがですね今、この、ポケトラック C24、 それから、エレコムのピンマイク、これでね、近接効果を考えた上でのねマイキング、これでね試しているというところ、試しているというかもうだいたいこのスタイルがね固まってきたかなというところですね。で、まあ、今日はちょっとあの縦動画の話になりましたんでね。で縦動画を撮るにあたっての音をどうするか、これはねもう僕の場合モノラルでやってますんでね。でこれをあのステレオにしてややこしいことになるとか、まあ、深く考えずにですね、それはもうこれ前通り、モノラルでやっていこうと。でね、あのモノラルのマイク、これねステレオにするとあの、ね、かなり違和感があったんですよ。音がね動くんですよ、なんか知らないですけど。でね、ステレオモノラル、こんなもんステレオの方がいいに決まってるわいと、案外ねそういうわけでもなかったんですよ。これが声がね動くとなんか気持ち悪かったんですよね。でね、こういうあの僕が喋っていない、動画であったらねステレオでもいいのかもしれないですけどもね。あとそれから、こうなってくるとですね、山歩き動画、これもね、いろいろね改善していくね、余地があるなと。つまりお茶部君との、まあ、二人三脚でね山歩き動画をやっていたんですけども、縦横を混在さすようなそういう、ま、あのカメラワークですね、それもね面白いかなというふうに思っております。デリキックトゥーゴ、この辺りで失礼いたします。ではでは。